姉様をあんな目に遭わせた元凶が、その関係者が、ノーノーとレムと姉様の大事な居場所に。もう耐えられないんです。姉様が世話をするのを装ってあなたと親しげに振る舞っているだけと知っていても。読み書き簡単なやつだけどできるようになったんだ。何を言っているんですか。お前たちが俺にくれたものの話だよ。そんなこと記憶にありません。なんで覚えてねえんだよ。俺が何したっつんだよ。俺に何しろってんだよ。何が言ってねえんだよ。俺はずっと、俺はお前らのこと。姉様は優しすぎます。